今回ドイツものを中心に揃えたんですけれども、ピアニストの、山本弥生さんが、まあ、ドイツで勉強した方で、またドイツからアメリカにも勉強しに行った方なんですけれども、すごくそういう意味で私はアメリカしか行っていないので、まあドイツの経験がある方にちょっと伴奏してもらうという意味では、ドイツものやはり面白いんじゃないかということで、ドイツを中心に集めてみました。いつも私が考えるのは、だいたいフルートの人がレパートリーでやってるもの以外に何か面白い曲はないのかなと、皆さんに紹介できる曲はないのかなって思っていつも曲探しをしてるんで、曲探しをするときすごく自分の時間が充実していて楽しい時間なんですけど、今回はドイツものということで、シューマンとかメンデルスゾーンとかシューベルトとか、シューベルトはしぼめる花の変奏曲があって、フルートでもそれは名曲として残ってるわけなんですけれども、シューマンとかメンデルスゾーンっていうのはなかなかフルートの曲というのがないので、やっぱりそういう曲、バイオリンとか他の弦楽器の曲とかピアノの曲とかでもフルートで吹いても面白いものがあるんじゃないかなということで探してみました。それがシューマンのおとぎ話の挿絵というのは、ビオラとピアノの原曲なんですけれども、フルートでも一応楽譜が出版されていて、ちょっとどんな曲かなと思って、楽譜を取り寄せて聴いてみたら、とてもいい曲なので、フルートにとっては結構低音が出てきて、技術的には結構難しいんですけれども、弦楽器やピアノの曲をやるときに弦楽器のようにうまく吹けるかとか、ピアノのようにうまく演奏できるかっていうことをいつも気にしてるんじゃなくて、曲の良さをフルートで表現した時に、あ、フルートで聴くとまたこういうところもいいよねみたいな風に皆さんが思ってくださって、フルートをやってる方は、あ、じゃあ自分もやってみようかなとか、オリジナルの楽器を演奏している方なんかは、ああフルートで吹くとこういう曲の面も出てくるのねみたいな感想を持っていただければ嬉しいかなと思っていつも選曲しています。バッハの今回バイオリンソナタとパルティータと共にっていう副題として、バッハの作品を軸に他の曲を選んでるってことがあるんですが、ピアノの方がドイツで勉強された方で、実際にドイツで勉強したピアニストとドイツものをやるっていうのは面白いんじゃないかなっていうことで今回選んでみました。多分なんですけど、彼女に本当に聞いたことはないんですけど、今回のプログラム弾いてても楽しいんじゃないかなとピアニスト自身も思ってます。一緒にリハーサルしててもいろんなアイデアが2人で湧いてきて、意見が違ったりしても、両方のバージョンを試してみて、で、結果的に、あ、こっちの方がいいねとか、あ、弥生さんの方がいいねって決まる場合もあるんですけど、そうじゃなくて、そのまた真ん中を行くっていうケースもあったりして、リハーサルもすごく楽しくしています。そもそも、加藤元明さんが最初チェロの組曲をご自分でアレンジされていて、他にも楽譜としてチェロ組曲から抜粋して編曲されている楽譜っていうのはフルートの楽譜として出版はされてるんですけど、全曲をオリジナルの調でやった方っていうのは、まあもしかしたら個人的にはいらっしゃるとは思うんですが、私の知る限りは加藤さんが最初で、それを私も楽譜をちょっと譲っていただいて勉強し始めたのがきっかけでした。そしてやはり、まあどちらも名曲っていうか名曲揃いで、それからバッハを深く勉強するという意味でもいいなと思ったし、それぞれやはり繰り返しやなんかを入れて演奏するとかなり、一曲通して演奏すると長い
時間になりまして、フルートの曲ってやっぱりそんなに長いものってないので、に比べるとやっぱり弦やピアノの曲って結構長い、ソナタでも何でも長い曲が多いんですけど、フルートでソナタで30分あるってあんまり聞かないというかほとんどないと思うんで、そういうこうものにもチャレンジしたいという自分の思いもあり、バッハをより深く探ってみたいという、バッハ大好きなのでそういう思いもあり、それからあとまあ不安としてはフルートで吹いた時に本当にその曲の良さが出るのかなっていうのがあったんですけど、そもそもバロックの時代って、一つの楽譜をいろんな楽器が演奏してたので、やっぱりそれもありではないかと。で、まあ音域とかはやはり出ない音とかも多いので、音域とかもちろん変えなきゃいけないけど、オリジナルの調で、バッハの他の作品に触れるという素晴らしさと、それからフルートで吹いた時にもやっぱりそのフルートなりの魅力は伝えられるんではないかということで、その作品を、そのバッハの作品を軸に他の作品も紹介していくっていうリサイタルを、まあチャレンジとして自分でやってみようと。で、で、チェロ組曲6曲。そしてバッハのバイオリンの無伴奏も6曲あるので、まあ6曲、全12回っていうのをこう自分の挑戦という意味も込めてやってみようという気になりました。実は10月1日です。忘れもしない。右手首を転んで骨折しました。そしてさすがに1ヶ月では無理なので延期させていただきました。折った時めちゃくちゃ痛くって、しばらく倒れたまま起き上がれなかったんですけど、そして倒れた瞬間にもう折れたなっていうのが分かって、で、やっと起き上がれて、こうやって見たら手がずれてついてて、それですごい自分でもびっくりして、で、実際にはこの太い方の骨と手首の細い方と両方折れていて、で、細い方の骨は欠けて飛んでたんですよ。それで、かなり骨折としてはひどかったみたいです。で、その後、5週間ずっと、もうここまでの指も動かせないような状態でギブスしまして、いろんなところに痛みが、ずっと動かしてなかったんで、痛みがひどくって、今は手首そのものはもうしっかり骨はついてるんですけれども、硬く、筋肉が硬くなっていて、むくみもだいぶ取れなかったんですけど、手の甲のむくみは今ほとんどなくって、今はこの指の関節がまだもうちょっとむくみが取れず、そしてこう広げられない、最近やっと最低音の杖とか歯とかが当たるようになってきたぐらいかな。7月には演奏そのものはきちっとのプロとしてできるかなっていう感じがしてます。ただ治るだけだったら多分もうそろそろ大丈夫だとは思うんですけど、自分でいつも立てるプログラムって自分にとってのチャレンジもあるので、しっかり準備しないとできないようなリサイタルなので、やっぱり治ってからしっかり準備できてからリサイタルに臨むという形では、やっぱり7月31日っていうのはちょうどいい頃かなっていうふうに自分では思ってます。